ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいみなさんゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間ですお久しぶりです <laughs> えっとね今週なんですけどもちょっとゆうゆう日本語お休みをもらってとにかくね僕はゲームをしていましたよ <laughs> プレイステーション5も買って実はね新しいテレビも買ってで ま、のんびりゲームをしたり、何もしなかったり。大事ですよね。休みってね。やっぱ何もしないことで、いろんな、なんか、はや、なんだろうな、働きな、働きたくなったりとか、ね、やる気が出たりとかってありますよね。皆さんもちゃんと休んでますか休みは大事ですよ。さあ、えーとですね、今回のテーマなんですけど、テーマの前に、ちょっと実はお知らせがあって、ついにね、悠々日本語でも、 えー、上級のクラスが始まります。えー、っと今日取ってるのが、えー、12月の3日なので明日ですね12月の4日から、えー、上級のクラスが始まるということで、えー、すごくね楽しみな僕自身もすごく楽しみであのー、久しぶりなんですよ上級のクラスするの。 メキシコに来たばかりの時は結構ね N2 とか N3 とかのレベルのクラスをよくやってたんですけどなんかあのー、前の学校でね新しいカリキュラムを作るからあのできるだけ初級のクラスとかをね多めにやってたんですけど、まあ、今回は久しぶりにしっかりとした上級のクラスをやるということでね、えっと、今回の、ね、テーマでテーマなんですが、えー、ステレオタイプ というお話をしようと思います。で、このポッドキャストは、実はその上級のクラスの、えー、宿題になるのを、あえてね、このポッドキャストでやって、まあ、できればね、いろんな人に、あの、僕の上級のクラス取れない人も、あの、どんなことを勉強してるのかなっていうのをね、えー、ぜひ、こう、イメージしながら聞いてもらえるといいかなと思って、今回取っているわけです。 ということでね、ちょっとオープニングの話長くなってしまいましたが、えー、始めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ゆうの日本語ポッドキャスト。はい。ということで、まあ今回はですね、大きく分けて2つのお話ができればいいかなと思っています。 一つ目はですね、僕が初めてその感じたステレオタイプというか、この偏見変わった見方なんだろう変わったじゃない。偏った見、偏った見方っていうのかなっていうのをまあお話ししたいなと思うんですが、その初めて僕がそれにあったのは小学生の時なんですね。 で小学校6年生の時に、あのー、外国の、ね、人がその小学校に来て自分の国について日本語で、ね、発表してでその後みんなで一緒にご飯を食べるっていう、まあ、そういうアクティビティがあったんですよ。できっとその私たちの住んでる埼玉県の入間市というところ。 に住んで来たのがオーストラリアの人とブラジルの人と中国の人とあともう一人どこだったかなインドネシアだったかなで4クラスあるんですよねでまず体育館っていうところでその国の人が私の生まれたところはこういうところです ね、有名な料理は何々ですとかっていうね。あのー、今、日本語の先生をやってるので、あのー、今思い出すとね、とってもいいアクティビティだなって思うんですが、で、問題はその後で、じゃあ、え何々さんは、えー、クラス1組、最初のクラスに行ってください。で、中国の何々さんは2組へ行ってください。っていう風うになった時に、 学生がね、小学生ですよ。ええー、私がオー,オーストラリアが良かった、中国嫌だって言ったんですね。で、先生はすっごい怒ったんですよ。すごい怒った。まあ、あ普通に失礼じゃないですか。でも、小学生って何が失礼で、何が失礼じゃないかって、あんまりわからないですよね。いいことと悪いことって。 で、まあ、そういう話をしてしまったんですけどでもねこれ僕思ったんですよ。確かにねあの中国の人ににすすすごく嫌な気持ちにする言葉ですよね私がもしその女の方だったんですけど同じそのシチュエーションだったらすごく嫌な気持ちするなって思うけどでも例えば皆さんポケモンをイメージしてくださいポケモン。 みんなポケモンで自分のそのチームを作る時にポケモン GO でもいいですよ。強いポケモンとか珍しいポケモンを使いたくなるじゃないですか。ね。で、ね、あの伝説のポケモンとかねミュウとかミュウツーとか持ってたら嬉しいしやっぱそういうポケモンを使いたくなりますよね。きっと小学生って そんな気持ちでいつもその話せないとか知らないとかなんだろういつも映画で見るヨーロッパの人みたいな人と話したいっていうのはまあ失礼だけどすごく普通なことなのかなって思うんですよ。でじゃあその先生が中国人の人に失礼でしょうって怒って のもね、先生の怒り方も問題があるかなって思ったんですよ。そうで、まあ、もちろんその中国っていう国が悪いとかそのオーストラリアっていう国がいいとかっていう国のいい悪いじゃないと思うんですけどねなんかそれが僕は小学生の時にすごくショックで。今でも すごく、なんだろう、嫌な気持ちっていうか、ああ、なんか、これがステレオタイプなのかなっていうふうに思っています。で、やっぱり日本でも、例えば、留学生とかで、大学生の時にね、留学生が来るんですよ、大学に。で、いろんな、そのクラスにもちろん入りますよね。で、 やっぱり中国の学生とか韓国の学生ってすごく多いんですよやっぱ近いから例えばメキシコから日本に行くよりももちろん中国かいや韓国から行った方がまあ安いのかどうかは分かんないですけどチャンスはいっぱいあるしもちろんその言葉としてもね中国の人が日本語を覚えた方が、まあ、漢字とかは問題がないかなっていうふうに。 まあ、多いんですよとにかくで最初に僕のその大学生のグループで中国人の留学生が今日から来ますってなった時にああ中国人かってなったんですねまあいいも悪いもあそうなんだって思ってでも僕はそのことですごく見方が変わったっていうか もちろんん同じグループにいるからよよく話すんですでね。アルバイト何してるのとか、えー、どうやって大学入ったのとかこれから将来の夢は何とかっていう話をしていくとあんまり変わらないじゃないですか。やっぱ日本人の学生はいい大学に入りたくてお金持ちになりたくてであの時々頑張りたくなくて。 それは中国も日本人も韓国の学生もいたんですけど変わらないしお酒飲んだら楽しいしただ問題としてやっぱ言葉がちょっと難しい僕はその時日本語も話せなかったし英語も話せなかった日本語は話せるわ日本語は話せる向こうはちょっと日本語ちょっと難しいし私は英語とか韓国語もちろん中国語は話せなかったから あ,のあんまりねコミュニケーションはいっぱいは取れなかったんですけどだから僕がその韓国の人はどうとか中国の人はどうって聞かれてもうんなんか僕はなんかそういうイメージがあるかななんかその,その人たちのイメージが多いかなっていうただその日本人のね すごく一般的な考え方からするとやっぱりヨーロッパとかアメリカってかっこいいイメージだってねあの有名なモデルとか歌手とかって、ね、背が高くてスタイルがよくてあのかっこよくて目は青くてっていうのがなんかすごいかっこいいイメージがあるかな逆になんかアジアの国っていうのはあんまりこうスペシャルじゃない感じ すごく人によってね大きく違うんですけどまあ人によってはその中国とか韓国とかっていう近い国だからあんまりいいイメージを持っていないっていう人ももちろんいると思いますはいただなんかそのヨーロッパとかアメリカがすごいいいなっていうのは結構ね多くの日本人が持っている考え方なのかなとは思いますそれが日本の一般的な 偏見かな。ステレオタイプですね。はい。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。さあ、えっ、ー、と、次はですね。まあ、僕の経験をまた話していきたいんですが。メキシコでの生活について、ちょっとお話ししたいなと思っています。 僕は日本に住んでいる時にやっぱり韓国の方とか中国の方っていうのは僕にとっての外国人ですよね。ただそのメキシコにいる僕は外国人ですよね。はいメキシコ人からしたらやっぱり遠い国から来たちょっと珍しい外国人になると思うんですね。だからすごく日本の文化を教えて とか日本人は何を考えるか教えてって聞かれるんですよね。この質問って僕すすごい困るんですよ日本人の文化って何ってて何なったらもちろんね皆さん日本人って聞いて何イメージしますなんか真面目とか冷たいとかなんだろう時間を守るとか。 っていうイメージあるけど、まあ、全員じゃないですよね。そうで、まあ、ただ日本人はまあみ皆さんから、あのーね、時間を守るしリスペクトがある人たちだと言われていますっていうのを例えばインタビューとかで話すとすごく喜ぶんですよ。あそうですかいや それ知ってるでしょみたいなそれをなんか私が言うことが何,何の意味があるのかなっていつもなんかその分からないなっていう気持ちでそういうインタビューとかに答えるんですよね。日本人ってっていうふうに一つのグループで聞かれるよりも例えば日本に住んでいたユースケさんの経験でどう思いますかとか。 なんか時間についてどう考えていますかって聞いてくれたら私の考えを話すことができるのに日本人は時間についてどう思いますかって聞かれてもいやそれは答えられないよなっていうなんかそれはすごくメキシコ人が日本人のステレオタイプをなんか待っているというかなんかそういうのが好きなのかなっていうふうに思います。 どうですかね皆さん,なんか、ね、もちろん皆さんも日本語を勉強しているからなんか日本についてこう勉強したりね日本の文化っていうのをあのー、ね勉強したり知りたかったりすると思うんですけどでも「日本人はどう考えますか?」っていう質問は僕はなんかあんまりいい質問の仕方じゃないかなって思います。 なんか例えばえっ、ー、とそれこそお正月日本人は何をしますかとか何々さんの家は何をしますかって聞かれたら答えやすいすごく簡単例えば私の家だったら朝8時にみんなで起きてお酒飲んで明けましておめでとうございますと言いますよって答えることができるけど日本人は何をしますかそれは家によって違いますよねみたいなねちょっとまあ なんだろう変な考え方なのかもしれないですけど、まあ、皆さんもねなんか日本人の人に質問をする時にそういうふうに聞いてくれればいいかなと思います。で、まあ、もう一つのテーマなんですけど僕はこれすごくメキシコで嫌な気持ちになる、まあ、テーマなんですけどね。例えばあのメキシコっていう国はすごく「親日国」って言われているんですよ。 新日国の親は親しい友達。日は日本。だから、まあ、日本についてとてもいいイメージを持っている国だと思うんですね。で、だからこそ嫌なことがあるんですけど、例えば、ウーバーに乗って、あの、どこの人みたいな。日本人中国人韓国人って聞かれるんですよね、よく。もちろん。 難しいからね。で、あ、日本人ですって答えると、ああ、よかった。日本人は本当にいい人。中国人と韓国人はダメな人。みたいなことをよく言われるんですよ。で、もしかしたら、その、ウーバーの運転手は僕にいい気持ちになってほしいと思ってね、言ってるのかもしれないですけど、僕はすごく嫌いなんですよね。 なんで中国と韓国はダメで日本はいいのしかもあなたは中国人と話したことあるの韓国人と話したことあるのっていつも思うんですよなんか僕は韓国人の友達ももちろんいるし中国の友達もいるしねまあ中国の友達は最近もうコンタクトはあんまりないけどでも大学生の時に一緒に勉強して一緒にお酒を飲みに行った友達じゃないですかで なんか中国人とかが韓国人は悪い人って言われるとなんかその僕の中国人の友達とか韓国人の友達がダメだって言われてるみたいですごく嫌な気持ちになるんですよねどうですかねだからなんか本当にまあ外国に来て思うんですけどやっぱこの国がいいとか国が悪いってすごく危ない考え方だと思うんですよ もちろん簡単ですよね。日本人はなんかいいとかっていうふうに言うのは。でも、この問題をもうちょっとしっかり考えて、例えば、あ、僕、中国人の友達がいるんだけど、彼は時間を守らないんだよとかだったらいいと思うんでね。逆に、日本人の友達がいるけど、日本人の友達って結構難しいなって、何考えているかよくわかんないなとかっていう、 コメントがね、くれたら、あ、そうなんだ。え、その友達、どんな友達って、どんどんテーマを、その、話すことができるんですけど、まあ僕は大体この中国、韓国が悪いってウーバーで言われたら、もうそのテーマについてはあんまり話さないようにしてます。嫌な気持ちになるんで。それに、あ、そうだ、そうだ。僕、メキシコに住んでいて、前、働いていた学校の、まあもちろんあるんですよね。日本語を教えている学校で。 で、そこのオーナーさんが、あなたはメキシコで、竹森祐介じゃなくて、日本人だって見られるから、外に出たら、悪いことはしちゃだめだよ、いいことをたくさんしなって、言われてるんですね、その、まあ、学校のルールですね。だから、すごく疲れる。<laughs> なんか、うーん、その、もちろん、 ああ日本人、例えば私がレストランで嫌なことがあって、そのウェイターの人に文句を言いたい時にね、それを言ったらお客さんが言っているじゃなくて日本人が言っているって見られるから、本当は怒りたいけど我慢しようとか、なんかね、 そのメキシコだとねオクソっていうコンビニがあってそのコンビニのコンビニで働いている人ですごくなんだろうあの失礼な時もあるんですよたくさん人が並んでるのに携帯をに携帯触ってて働かなかったりとかあのお釣りがないっていう時にすごい言い方が失礼だったりとかでも そういう時に強く言うと、あ、日本人がって思われるから、それはね、すごく気をつけて生活するようにしてます。なんか、まあ、もちろんそういうステレオタイプって良くないけど、でも私がもし、その、なんだろう、う良くない態度、良くない態度をとって、他の日本人が悪いイメージを持たれたら嫌だなっていうのはあるんでね。まあなんかそう、結構難しいテーマになりますよね。 悠ゆう,ゆうの日本語ポッドキャストはい。まあ、最後のテーマなんですけど、まあ、今回のね、クラスで、ま、ステレオタイプっていうのが、ま、上級のクラスの1回目のクラスとしてね、取り上げるテーマなんですけど、どうしてね、このお話をしたかったかっていうと、ある、ま、あ黒人のハーフの、えーユーチューバーかな。ハーフなのかは知らないけど。まあ、あ 肌の色で言うと肌の色が黒い人ですよね。の YouTuber の人が言っていて、なんか、その YouTube のコメントで、そういうのはコーヒー豆みたいだとか、黒いみたいなのをすごくこうコメントで書かれていて、で、もちろんそれに対して嫌な気持ちになるから、まあまあしょうがない。いつも嫌な気持ちになるみたいなのを話してたんですけど、 かわいそうだからやめなよ、みたいな。かわいそうだからそういうことを言わない方がいいっていうふうにね。その彼を守ろうとしたコメントに対して彼は、なんで私はかわいそうなのかわいそうだっていう見方それはすごくステレオタイプ偏見じゃないって。私はかわいそうでもないし、その自分のことに対して、その、 嫌だって思ったこともないのに、他の人から可哀想だって思われるのはすごく嫌だって言ったんですね。いや、その時にね、ああ、な、なるほどなと思って。あ、これがステレオタイプだなって。別になんか、メキシコ人だから悪いっていうのもステレオタイプだし、メキシコ人だから可哀想だっていうのもステロタイプですよね。だから、なんかこの問題で僕が、 よく思うのはやっぱりまず人一人一人を見た方がいいかなってなかなか難しいけどねまずはいろんな国の人の友達を作ってなんか国のイメージじゃなくてなんかその国って聞くとその人のイメージが持てるようなねそのシチュエーションまで持っていくっていうのがなんかすごく大事なのかなって思います。 結構その、ニディアさんアメリカが嫌いだとかって言うけど、確かにね、メキシコ人の歴史から考えるとすごくあまりいいイメージを持たないっていうのはわかりますよね。もちろんいい関係じゃないし。でもその時に、ね、アメリカに住んでいる友達の顔がパッて、パッてこうイメージできたら、もうちょっとね、世界はハッピーになるのかなって思います。これ、最後のまとめとしてね、 その、この、偏見の問題で、自分が損をしちゃもったいない。せっかくいっぱい友達ができる、いい友達が見つかるかもしれないのに、その、ステレオタイプを持っていることで友達ができなかったり、新しいことを知ることができなかったりっていうのはすごくもったいないですよね。ね、例えば、それはなんか同じ国でも、国が違っても、 同じことだとだ思うんですよ僕はそれにやっぱり相手に嫌な気持ちをさせてはいけないこれ難しいですけど例えばね僕はニディアさんと結婚していてニディアさんが嫌な気持ちになる言葉を言わない方がいいですよねもちろんそれは言わないようにもしかしたら怒ってしまってね言ってしまう時もあるかもしれないけど 嫌な気持ちにさせようって思って生活はしてないじゃないですか。できれば、ね、ニディアさんは、こう、ハッピーにね、生活してほしいなっていうふうに思ってるし、だからそれをいろんな人にできれば、なんかこういうステレオタイプの問題ってないのかなって。まあ、もちろん、あんまり難しく考えない。なんか、すいません、ちょっとかなりね、今回、ポッドキャスト長くなってるんですけど、 アメリカのあるグループ、その差別、差別っていうかステレオタイプ、偏見ですよね。の人が、ポケモンのキャラクターで黒いキャラクターがいるんですよ。で、そのキャラクターは、その偏見だって、そのく、ね、肌の黒い人に対して良くないとか、あとは、あのー、 ミスターボーボーだっけあの、えー、ドラゴンボールのキャラクターもあれは良くないとかっていう。なんか、そういう風に考えてしまうのって、逆にその人はすごくステレオタイプを持ってるなって思うんですよ。もっと、ね、そんなことも深く考えないで、その、なんだろうな、一人一人、もっとミクロに、小さく見ていけば、 いいのかなっってて僕は思ってますすどうですか、ねまあ今回はすごくそのなんだろう抽象的って言って僕の意見僕の思ってることをたくさん話したのでかなり難しかったと思いますもしねこの内容、まあ、この内容についてね質問があればぜひあのダイレクトメッセージとかあのフェイスブックのコメント欄に質問 わからなかったとかって書いてもらっても私あのすごくこの仕事は好きなのであのどんどんよくしていきたいなと思っておりますはいということで「ゆうゆう日本語」では引き続きテーマの募集をしております、えー、こんなテーマについて話してほしいこんな話が聞きたいというものがありましたらインスタグラムのダイレクトメッセージや、えー、Facebook のコメント欄にお願いしますそしてそして、えー「ゆうゆう日本語」でもついに 上級、アドバンス、アバンサードのクラスが始まりました。もし、ね、N2、えー、N3 レベルの日本語のクラスが受けたいという人がいましたら、ぜひぜひ、それもダイレクトメッセージで送ってください。ということで皆さん、引き続き日本語の勉強を頑張ってください。それじゃあ、またねバイバイ